カサ峠カサ峠は、京都府京都市北区と道州京区を隔てる峠である。カサトンネル東側高校標高447メートルの国道162号の旧道上に位置する峠である。平成の大合併により、京都市と京北町が合併するまでは、漁師町を隔てる峠としてその名が知られていた。中山街道の峠であるが、 現在の集山街道である国道162号は、傘トンネルが峠の直下を貫いている。旧道は2009年現在、ゲートによって固く閉ざされており、廃道となっているため、道路地図ではトンネルが峠として記載されているものが多い。旧道は舗装されており、峠地蔵付近まで車両で走行することが可能だが、市道であることもあり、京都市側から登ると、 峠付近に設けられたゲートによって封鎖されている。また、京北側では原国道からの分岐直後にゲートが設けられており、通過は不可能である。峠の直下を貫くトンネルである。1973年3月に開通し、延長1199メートル、福音8メートル、上下各1車線で、国道162号のトンネルの中では、京北トンネル、 旗森山トンネル、中川トンネル、福井県境の堀越トンネルに次ぐ5番目の長さとなっている。トンネル前後の道路はかつて時速 40km の速度規制がされていたが、平成28年度府民工募型整備事業の審査により、傘トンネル東沈めから北側は時速 50km 規制に変更された。ありがとうございます。